大好きなあれまた買っちゃった。アンマン力尽きる。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんが乗れずに力尽きました。もうダメだーってなってる遊び疲れてここに乗る前に力尽きて寝ちゃった。足が出てます。フリント、尻尾の毛もねだいぶ生えてきたでしょ。なんか根元になんかなんてかさぶたみたいなのあるけど、あれね洗っても落ちないのよね。あざかな。あ、動いた動いた。なんとか乗れそう。もうちょっとよ。それでは本編スタートです。どうもプニでございます。お元気ですか皆さん。元気してますか。暑いっすね。ハードオフ行ってますか。ぜひ行ってみてください。ハードオフでね、また買っちゃった。これ使うやつね。これこれを使うやつといえばわかりますよね。私の動画見ていただいてる方は多分すぐ分かったと思います。価格がですね5500円ですね。5000円に消費税ということで、購入してきました。かなりね安く買えたと思います。さあ、こちらを使う機械じらすなと、早く出せと、そういう声もね聞こえてきたので、今回は1点だけのものになります。動作確認もねしていきたいと思って電池を用意しております。それでは、見ていきましょう。その前に高橋でね、買ったこちらの藤子不二雄90周年のね、生誕90周年の、シャツ、999円ということで、まあ、990円の方が良かったんじゃないかなと思いますけど。かわいいでしょ。これがね、ちょうどサイズがあったんで買ってきました。ふざけんなと。早く出せと。怒られそうなんで。いや、もう怒られてんのかな?こちらでございます。今回はパラシュートでございます。すげー、裏蓋もちゃんとありますよ。パラシュート、いや、いいですね。最高です。状態もね、まあ経年劣化というか使用傷はあるけど、でも綺麗な方だと思います。端子も綺麗だったわ。よかったー。全然ね、チェックせずに買ってきてます。これジャンク品です。いやー、いいねー。ちなみに、症状としては、こんな感じ。電源は入ったけど、左右のボタンに反応がないということで、液晶もあまり状態が良くありませんということでね。これは、まあ、しょうがないよね。でも、液漏れがないんで、これはね、直せますからね。いやー、ワクワクすんの。まあ、左右のボタンが効かないのは、まあ、ほぼね、壊れてることないんですよね。なので、まあ、大丈夫でしょうと思って。でも外装が比較的綺麗だから、まあ、基板が壊れてたとしても、あの外装はね、他のやつと交換するのもありだし、液漏れしてるやつ買ってきてね、ニコイチにしてもいいし。さあ、この辺ね、この電池ボックスの基本的なメンテナンス
終わりました。電池はですね LR43 になります。ゲームウォッチはね LR43 が、多いです。44使ってるのはあの2画面のドンキーコングとかあの辺が44だったと思います。少しね43の方が薄いんですよね。なのでまあこれねセットします。プラスが上ですね。さあどうかな、いきますよ。お、動いてるね。液晶がつくぞ。いいですね。じゃあボタンが効かないということで。は？え？あー、チェックする人。この AB ボタンを押さずにチェックしたんだ。なるほどね。おかげで安く買いました。ボタン問題ないです。故障しているのは、変更版と反射版ですね。あ、いいですね。というわけで、5500円は大当たりでしたね。裏蓋もちゃんとついてるし、まあ、擦り傷はあるけど、そこそこ状態がいいんで、これまた綺麗にしてね、使っていきたいと思います。いやもう、この状態で残ってるのがね、奇跡なぐらいのものですからね。奇跡っていうか、そこまであれですけど。で最近ゲームウォッチがね、だいぶ値下げてきてるんですよ。なので、まあ、安いのがあればこうやってね購入していきたいなと思ってます。私ゲームウォッチが本当大好きなんで。というわけで歩道夫さんありがとうございます。ちょっとねジャンク詐欺だったかな。動いちゃったからね修理動画作れなかったな。それではまたね。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いや、動いちゃったね。まあ、いいんだけどね。でも、修理動画作れないのがちょっときついよな。それでは、またね。